芸術家の生活作品316は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した、ウィンナ・ワルツ。作曲者の、10代ワルツの一つ。ウィーンの新聞人協会、コンコルデアの舞踏会で、自身の作品がいくつか演奏されたことに気を良くした、ヨハン2世が、わずか数日で書き上げたワルツだとされる。美しく青きどなう初演の3日後にあたる1867年2月18日に、 初演され、ウィーン芸術家協会、ヘスペルスに検定された。初演時の評判は散々なもので、ヨハン2世は、弟のヨーゼフに、確かにコーダは失敗だったと思うが、こんなワルツは悪魔にでも食われてしまえ、しかし、なんとか成功させたかったものだ、と漏らしたという。現在では一転して、人気のワルツとなっている。本作品は、かつて、芸術家の生涯と、 日本語表記されていたが、ヘスペルス会員だったシュトラウス三兄弟が、いずれも本作品作曲時点で健在であったこと、そして本作品が前期の通り、ヘスペルスに検定されていることから、日本ヨハン・シュトラウス協会は本作品の日本語表記を芸術家の生活に改めた。美しく青きドナウが曲中の随所でテンポや、 表情の指示がなされたり転調が頻繁であるなど、典型的な演奏会用はアルツとして作曲されているのに対し、本作品は曲全体の大半を舞踊者たちの準備のためのアルツのテンポで占めており、さらに強弱以外の表情指示記号が記載されていないなど、古いタイプの舞踏会用、ウィンナーワルツとして作曲されている。なお、初演の際に演奏されたのは原点第一版で、 現在演奏される第2版とはかなりの違いがある。原点第1版では最初の第1ワルツ映画、ほとんどピアノで静かに演奏され、第5ワルツの前の3小説のアインガーングがなかった。第2版の正式なピアノ譜は出版されなかった。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、ありがとうございます。